い、今回はオーリー足、ちょっとテール足の使い方を掘り下げて説明しようかなと思います。オーリーがうまく飛べないよって人、まあもちろん前足も必要なんだけど、結構やっぱ後ろ足ってこう叩けないとオーリーって始まんないから、後ろ足が重要で、でその後ろ足の使い方、まあ俺はよくこう足首のスナップって言うんだけど、スナップって何って話だと思うので、ちょっとそこを掘り下げて解説していこうと思います。でまずこのテールの叩き方でよくあるこのもうねハウトゥーで何度も言ってるんだけど、ベタ踏みはダメだよ。それはどういうことっていうと、叩いた時にベタって踏んでから飛んじゃってること、こういうこと。テール浮いてこない。で、これの原因は何かというと、こう叩いた時に地面と自分の足、まあ、靴だねの間にスケボーが挟まれちゃう。反発する力が生まれないから、結局自分の足だけ飛んじゃってスケボーが飛んでくる。で、まあこれでこう足を引っ張り上げてから少し飛んでるように見えたりするんだけど。なんか、なんていうの、重い重いに感じちゃう。やってみると、これで前足を今度使うと、こういう感じ。すごいなんか、なんだろう、重いオーリーに見えると思うんだ。で、それを改善するのはまずこの叩いた時に足がまず地面までつかない。今のこれ、わかるかな。これは地面。極端にやるとこれは飛ばないけど、早くやる。この時に俺がよく言うのが足首のスナップ。人間ってまあジャンプするときって絶対にこうつま先でこう飛ぶと思うんだけど、これを後ろ足でこのピアンを使ってスケボーを下に叩く。でその時に足をこう地面までグッと落とすんじゃなくて、スケボーの上だけでこうジャンプするとスケボーが立ってた下まで行くから、それとこれが叩かれて反動で上がってくる。これで足首のスナップ。多分前から見ても横から見ても足が多分最後まで行ってないんで、地面
それっていうのは、まあ、もちろん体がこう伸び上がるタイミングもあるんだけど、飛んだ時に飛ぶ時に地面までやって自分が飛ぶんじゃなく、スケボーの上で飛んでる。イメージとしてはこのスケボーの上でこう飛んでるような感じ、イメージね。やっぱこれのつま先で最後ピョンって飛んでると、そのつま先でこう飛ぶのと普段地面でこう蹴って飛ぶのを合わせる。そうするとスケボーがこう結構の便利で、ヒュッとなるから、タイミングで地面を叩く手前ぐらい、太鼓のようなってなると、スケボーがまずこう上がった時にテールが当たってピュンってちょっとこういう感じだ。これがまあやっぱ足首のスナップ、オーリーするとか結構大事な、まあ、意識するところだし、これができないと飛べないよって言っても多分過言ではないかなと思います。まあ、足首のスナップ、これを覚えたら、もうもちろん前足も使わないといけないんだけど、もう本当最初はね、このこうロケット状、斜めでもいいから、テールが浮くようにこんな感じで、なんかパチンって飛べるようにで、体が軽い感じ、体っていうか板の飛び方が軽い感じを覚えると、オーリーを練習するのがすごく効果的だと思うし、上達も早いと思うので、これを意識しながらこのテールの足は、ね、もう何の技でも共通なので、例えばフリップするときもテールをちゃんと叩けないといいね。俺フリップ下手だからあれなんだけど、ちゃんと叩けるとき、まあ、このテールをうまく使って叩けたときってこういう風にチェンってくるんだけど、釣ることばっかり意識すぎてテールの足がおろそかになるとこんな感じになったりします。これはもう何の技でもトップショットだろうと、叩くタイミング、叩くタイミング、弾くタイミング、一緒のことなんだけど、それが悪くなっちゃうから、結構この後ろ足もこのスナップ、分かりやすいのがこうデッキを取るとき、テールを踏んだ感じにしちゃうと板がこう全く上がらない。けどテールをうまく叩けるとこれでもこう浮いてくる。これも結構効果的な練習方法だと思う。でまあこうデッキを取る練習とかもいいかなと思います、まあ、これも練習するときはこうよくあのがこう足を離してこうやってパチンやってほしいんだけど、じゃなくてこう足はデッキにつけたまんまこうやるか、まあ今ダメなのでこうやってなっちゃうから、これを意識して足をつけた状態から弾いて板がつくように、これを何度も何度も練習すると叩くタイミングっていうのが覚えてくるかなと思います。